時代は戦国時代中期の永禄3年1560年5月、うつけと呼ばれた織田信長が尾張の国を平定した翌年のことである。今回紹介する合戦の舞台は尾張の国と三河の国の境、今の愛知県名古屋市と豊明市にまたがる桶狭間山、そしてその周辺の城や出城、まさに尾張を死守したい織田家と西三河から尾張へ勢力を伸ばしてきた今川家がぶつかり合う最前線の場所であった。駿河、遠江、三河の三国を支配下に置く今川家当主今川義元は、北の武田家、東の北条家と三国同盟を結び、西の尾張を一気に制圧する方針を固めます。対して尾張を統一したばかりの織田家当主織田信長は、家臣団や有力豪族との信頼関係も弱く、大軍を相手にできるほどの兵力を集められない状況であった。まさに織田家が不安定なうちに尾張を平らげておきたい今川義元は、永禄3年1560年5月の12日、2万5000の大軍で尾張に向けて出発。桶狭間の戦いと呼ばれる合戦が起きる7日前のことである。安友はおるかの？安友殿、お呼びでしょうか？柿川の地はいつ来てもよいところじゃの。海と山との絶妙な距離感、四季の織りなす風情、そして茶がまたうまい。余はこの茶を気に入ったぞよ。以後柿川家として領内で広く商いいたすがよい。はあ、ありがたき幸せ。しかし殿、今は終わり攻めの最中にござるゆえ、織田の攻略を練るのが先決。当主信長はうつけと言われはしますが、先代織田信秀でも成し得なかった尾張統一を数年で遂げております。軽く見ずにじっくり。安友が心配性よの。今川の精鋭2万5千で向かっておるのじゃ。籠城じゃろうが白兵戦じゃろうが負けはあるまい。そんな怖い顔でよう見るでない。わかったわかった、現状を聞いておくかの。こちらの地図をご覧くだされ。最初の攻略地となるのが、この尾張富川の境にあたる天白川周辺であると思われます。岡部元信千兵で守るのが最前線の鳴海城。その南の大高城には宇土の長照が1500で詰めております。織田方は鳴海城を取り囲むように5つの砦を作り、鳴海城や大高城の補給路を断つ動きをしております。信頼のおける岡部を鳴海城に配置させたのが正解じゃったのですが、現在先鋒隊の松平元康が大高城に兵糧を届けるため急ぎ向かっております。その後砦を順次攻略し、鳴海城の救出をいたします。殿の本隊は靴掛城に到着後、戦況を見て桶狭間山を通り、大高城に進軍いただきてはずとなっております。殿、聞いておられますか？もちろんじゃ。しっかり聞いておったぞ。この桶狭間山あたりで高みの見物をしておればよいのじゃが、三河の酒はうまいかの？こうして今川の大軍はゆっくり尾張へ向けて進軍していきます。サスケ、おるか？信長、呼んだか？統一したばかりの今の織田家内では信用できるものが少ない。サスケだけが頼りじゃ。一つ頼まれてくれぬか？おう、何をすればいい？うむ、英数で勝る今川軍のことじゃ。おそらくは織田の砦を片っ端から潰していくはず。そして大軍が駐留できる城を尾張攻めの拠点とするであろうから。さすれば規模から考えるに、この大高城じゃ。つまり今川本体が大高に入る前に決着をつけたいってわけだな。その通りよ。2万5000兵といえど同時に動いてるわけではないからの。サスケには今川軍が分散され、今川義元の本陣が一番手薄な時を見定め知らせてほしい。本職だぜ。お休み御用だ。成功した暁には信長直筆サイン入り手裏剣をやるぞ。いらん。では早速行ってくる。永禄3年5月18日、
遠江の国の掛川城から岡崎城を経由して進軍してきた今川義元の本隊は、いよいよ織田が支配する尾張が目前の沓掛城に到着。そして主な今川家武将が集まり、軍議が行われた。皆の者、ここまで大儀じゃった。そして明日、いよいよ今川の恐ろしさを信長に教えてやる日となる。恐ろしさをどのように教えるかは、じゃな。安友、頼む。患者の知らせでは、織田側は牢城と野戦で意見が二分化し、軍議も進んでおらぬ様子。信長も思ったほどではなさそうだが、ひとまず明日の作戦を伝えるゆえ、各軍しかと務めるのじゃ。まず松平元康に2500を託すぐ、夜のうちに大高城へ向かい兵糧を届けるのじゃ。そして日が明ける前に丸目砦を急襲せよ。我も4000兵で元康を追い、大高城に向かい鷲津砦を攻略する。織田の砦は全て破壊するゆえ、早い方が次の中島砦攻略に向かうものとする。桂山信貞には5000を託すゆえ、織田の砦陥落状況を見て後期と見たら鳴海城を経由し尾張に入り、清洲城からの進軍があるようなら阻止していただきたい。義元殿には頃合いを見て大高城に入っていただき、砦攻略後は全部隊大高に参集し、清洲城攻略に向けての軍編成を行うとする。皆の者、良いな。信長、現状報告だ。サスケ、待っておったぞ。カクカク、近々だ。そうか、やはり今川軍は予想通りの動きを取るな。あとは天が味方してくれることを願うしかないか。サスケ、引き続き沓掛城の義元本隊を見張っておくのじゃ。かしこまり。A63 年5月19日午前3時、松平元康隊の奇襲で戦いの火蓋が切られた。深夜のうちに大高城に兵糧搬入を成功させていた松平元康は、まだ日が明けない午前3時、2500の兵とともに大高城を出撃し、佐久間森重400が守る丸根砦を襲撃。それから1時間後には朝比奈康友2000が飯尾貞宗400が守る鷲津砦に向けて出撃。両砦は暗い中での激戦を繰り広げていた。その一報を聞いた信長はいよいよ動き出します。午前6時。殿、こんな早くから甲冑を着てどこに行かれるのです。今川が向かってきている時に殿が清洲城を離れられては困りますぞ。なあに、ちょいと義元の首を取りに行ってくるだけじゃ。ガタガタ言うなら清洲で守っていよう。二人ものだけついてこい。信長は今川方に情報が漏れることを前提に、軍議ではあえて家臣に何の指示もしていなかったのです。すべては今川方を油断させ、沓掛城から義元本隊を出させるためでした。信長は共回り数名を連れて清洲城を出立。それを知った家臣たちは慌てて支度をし、信長の後を追うことに。信長は古渡城経由で熱田神宮に入り、柄にもなく勝利祈願を行ったと言われています。本当に勝利祈願を行ったかどうかは定かではありませんが、織田軍が集まるには分かりやすい場所だったことは間違いありません。遅れて合流した部隊も含め、織田軍総勢2000が熱田神宮に集結したのです。この時すでに松平隊による砦攻撃が始まって6時間が経過した午前9時であった。その頃砦では丸根砦の佐久間森重が松平隊に前線するも討ち取られてしまい、丸根砦は今川方に落ちてしまいます。そして時を同じくして鷲津砦にこもる飯尾貞宗も討ち取られ、2つの砦が陥落となりました。これで大高城と鳴海城との障害がなくなり、今川軍の尾張攻め5000部隊が前進を始めます。その一報を聞いた義元は動き出します。元康、安友、大義じゃ。よし、大高城への道が開けたゆえ、余も大高へ向かうとするぞよ。
こうして義元の本隊は二日城を出発し、西へ進軍を開始します。信長、義元が大高に向けて動き出したぞ。そうか、動いたか。義元は腰に乗っての進軍だ。速度は遅い。今からなら十分間に合う距離だ。で、あるな。よし、皆の者よく聞け。これより急ぎ全軍で中島砦救援に向かう。道中敵兵と遭遇しても進軍を優先にせよ。倒した兵も打ち捨てにするのじゃ。合戦の勝利だけが全てである。行くぞ。信長の号令で2000の織田軍は中島砦に向け一斉に進軍を開始。そしておよそ2時間後の午前11時には前勝寺砦を通過していました。信長本隊が中島砦に向かっているとの報告を受けた中島砦の佐々正次300は、松平隊と朝比奈隊の攻撃から必死に砦防衛を行い、信長の到着まで持ちこたえたのでした。中島砦に織田の本隊が到着すると、松平隊、朝比奈隊は迂闊に攻められないと判断し、一旦中島砦から兵を引き、白兵戦に備え部隊布陣を整える動きに出ます。時間は午後1時。今川義元の本隊は大高城まであと3キロと迫った桶狭間山付近を進軍していました。よし、桶狭間山まで来たの。この丘からなら織田の砦も見えそうじゃ。一旦ここで一休みとする。今川本隊が桶狭間山の丘で休憩を始めて少しした頃からポツポツと雨が降り始めます。そして雨は徐々に大粒となり、周りも見えにくくなるくらいの豪雨となりました。義元が桶狭間山の中腹で休憩を取ったぞ。本隊は5000、うち2000は甲冑も着ていないとも周りだ。奴ら遠足気分なんだろうな。この豪雨も我に味方してくれておる。この機を逃してはならん。全軍桶狭間山に向けて進軍じゃ。織田軍2000は雨の中桶狭間山に向けて急ぎ進軍を開始。雨音と視界不良で丸根砦付近の今川軍に気づかれることもなく、桶狭間山までたどり着いた織田軍は間髪入れずに休憩する今川本隊に突撃を開始。雑魚には目を向けるな。狙うは義元の首の身。想定外の織田軍の奇襲を受けた今川本隊は統率が取れないまま大混乱となり、5000いる兵の大半は義元を守ることなく逃げ去ってしまう始末。何が起きておるのじゃ。織田軍の奇襲です。織田信長本隊の奇襲とのこと。一刻も早くお逃げください。なぜじゃ。なぜ清須にいるはずの信長がここにいるのじゃ。事態が飲み込めないまま、義元はわずかな護衛兵に守られながら大高城方面に向け退却を開始しますが、すぐに織田軍に追いつかれ、信長家臣の毛利義勝がとどめを刺し、いや、今川家当主今川義元はここに討ち死に。奇襲開始からわずか1時間、熱田神宮から数えても6時間も経たないスピード決戦となりました。皆の者よう戦った。後片付けは残っておるが、それはそれじゃ。まずは鳴海町の今川兵に届くような勝ち時をあげよう。こうして永禄3年1560年5月に起きた桶狭間の戦いは、織田信長の奇襲作戦によって今川家当主今川義元を討ち取る織田軍大勝利となりました。今川軍に義元討ち死にの一報が伝わると、前線の今川軍は逃げるように退却をしていきます。大高城や靴掛城は織田の城となり、最後まで抵抗していた鳴海城の岡部元信も義元の首と交換に城を明け渡し駿府へ退却。これにて織田家と今川家の戦いの全てが終わります。なお今川軍の先鋒として活躍した松平元康はこれを機に今川家から離れ、故郷三河の国の岡崎城に入り、後の徳川家康として頭角を現していくことになります。ここまでご視聴ありがとうございました。生きるか死ぬかの合戦を誰も好んでやってはいませんでした。しかし戦をしなければならなかった理由がそこにはあり、
どうすれば勝てるのかを考え、実践し成功した結果を知ることで、当時の戦国大名の人となりや考え方も見えてくるのではと思います。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。